どうもさっくんです。今回はですね、こちら大和西大寺にやってきました。この動画は、前回の近鉄の朝ラッシュを撮っていた日の続きになりますので、その日と合わせて動画を、合わせご視聴お願いいたします。多分その時に撮ったやつとこの動画で、同じ車番でなんと組成が変わっている場合もありますので、僕もね、しっかりこれ見ながら撮っていきたいと思います。来てすぐにね、8系の、乗務員訓練の試運転が来ましたね。番番乗り場に電車が参ります。危険ですから、黄色の電車2番乗り場で奈良行きが8両編成で参ります。乗車になれませんので危険ですから、黄色の電車ブロックまでお下がりください。この電車は奈良までの各駅に止まります。A train bound for Nara is arriving at track 2. この8駅の試運転の時間に来れました。これが10月の、ね、7日から運用開始ということで楽しみですね。
京都国際会館駅になるけど、多分固定運用だったんですね。大阪から来たのに全く別方向、京都に向かう。これかまた別の編成なのか。これね、この KL20 番台はね、京都市営地下鉄で乗り入れる編成がね、なんとこの1本しかいないらしくて、逆にこの KL20 番台を入るのは超貴重のようです。系列はほとんどがもう取っておくべき対象の車両になります。2番乗り場から奈良行き発車します。扉閉まります。ご注意ください。3両が、最大に変わってきました。で、特徴、ここにね、両ホームセンサーがついていますので、まあ、これぐらいなんですけど、あ、こっちか。よく乗ってきたの、これですね。KL22 の方でした。21が京都市港に入れて、22と23がね、入れないということですね。これでしたね。この X51 っていうのはね、改正改造車なんで、もう中間が、モーター化のユニットになってまして、パンタがこうなくなってるんですよね。さあ、こんな変なね、クーラー配置になってます。最大値です。お忘れ物のないようご注意ください。必要です。
何かが出てきましたけど、VE ですね。何やろあれ。あ、出てきましたね。新田辺行きなんこれ。後ろシリーズ20だけど全く装着関係ない運用ですよこれ。青鬼吉が出発らしいんですが、僕はやっぱこっちの方を撮りました。もう青鬼吉人気すぎてね、みんなカメラ向けてるんで撮りにくいと思うんで、やっぱ僕はこの俵本ワンマンのがもう撮影対象ですね。これしかも俵本へ行きました。送り込んでいきます。で青鬼吉が行きましたね。今その横を入庫も行きました。夕方のラッシュに備えてね、もうどんどんこの車庫から出していったりするんですが、ここに入庫もあるんですよね。まあ、だから本当は引き上げて折り返すはずが、まあ今車庫引き上げて一歩折るんで、多分車庫を引き上げてとして使っていると思われます。まあ総選とこんな阪神電車までね、車庫もわざわざ入ってやらないと思いますんで。阪神の中で僕何気に好きなこの急線系なんですよ。こう音といいね、このデザインといい、この方が好きかなと思います。かぶってんねんけど、まだ尼崎行きは3番におるんで詰まってるよな、明らか詰まってるよな。ああ特急が4番先開いてる。京都市営地下鉄特急ですね。まあ、後期型ですけど、これもね、できるだけ早めに解いた方がいいですよね。大阪難波方面はお乗り換えください。ええお顔してます、この車両。本当に回送って何、あ、こっち来るの回送。ああ、8両の差し替えなんやな。なるほど。おお、逆入線で1番に突っ込んでくるんか。すごいな。うわぁ、ダイナミックに来ましたね。あ、3番でした。ハルカスは3番でした。ヒップスが5番やったな。これ、はるかさんのアスリングでした。
ちらの受験もインバータ回路されてるんで、あの前みたいにブーンっていうような電気チョッパーの音はしないですね。まあだからそれぐらいまだ長生きしますよっていう意味ですね。まあ、ただこれの顔の方が結構好きなんで、もっともっと残っててほしいですね。あ、で階級が帰ってきました。うわ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 、これがねまたぶつからないのが本当にスリル満点なんですよね。6番に入るといえど、この5800の島スペインのラッピング、朝は6両だったんですけど、どっかでこの2両足してますね。で8両になって階級の上についております。うわ、 X57、 これは海水改造じゃないやつですね。オリジナルのまま走ってるやつです。この時間になった島風ですね。もうはい、島風が来ました。京都行きです。まあ、それよりもやっぱ僕は8000系列を解かないといけないということで、まあ、別にかぶったところでここはもうギャーギャーはもうこっちの方を優先しますので、なーこの状況。これ島風乗ってる人怖かったやろな。いきなり横から電車くれて、階層の横に2番乗り場に、急行が来ました。千里行き急行。うわ、 X67 や、ここで来ましたね。 X67 です。これあの本当異端児ですね。めちゃくちゃ異端車両が来ました。これは多分奈良から快速急行になると思われますね。8路なん で6番から始発の柏神宮駅が行った。多分平畑で連絡するんやろうけど、ホーム違うんで、まあ、実質続行運転みたいな感じですね。天理駅急行に乗ってきた人がこっから先のね、あの途中の平畑までの途中の駅にはね、ここでやっぱあの列車に乗れなかった、ちょっと残念やな。後の確定になるってことですもんね。それはちょっとね接続悪いなとは思うんですけど、柏原線ね、あの元々か本数結構少ないんで、そんなもんかなと思いますけどね。ただ車両がね、X67 っていうのがなかなか熱いですね、これ。ここですよ、元鈴鹿線の車両です、これ。で、パンタが元々ここにあったんで、クーラーが、ダブルパンタ仕様なんですね、ずっと。わー、あんな車両が。天理に行っちゃいましたね。京都駅急行で来たのは後ろに2両つなげてます。ここに1本しかおらないやつ、9200系奈良線仕様はね、ここ1本しかいませんので、これも貴重です。元3両編成だったんで、ここにアルミ車体をつなげてるんですが、完全にこれ全然違う車体になっておりますんで、もう見てすぐ分かるような感じです。GE35、これ栄光神ですね。
2番乗り場に奈良行きが8両編成でいきなり貴重なものが2つすれ違っちゃいました。これはすごい。そして言うてたらもう青荷押しが突っ込んできましたね。乗ってみたいと言いながらもう半年以上経ちます。半年じゃ効かない、なんか鳴らされてますけど、でこの青荷押しここね、ちゃんとした停止じゃないんですよね。運転停車なんですよ。ドア開けないんですね、ここでね。危険ですから、これをミスったんですよ、昔ね。黄色の展示ブロックまでお下がりください。途中の停車駅は大和日木で、特急には乗車券の他に特急券が必要です。絶対これ装着じゃないよな、これ。特急券が計画する。うわ、3200系出てきた。どこ行くなら、あれ3200系。配送出してるな。これ8両やな。これ多分難波寄りの6両がずっと基本で走ってたっぽいですね。それに装着の2両足した感じですね。大和西大寺、西大寺です。これ何番？あ、X22 って朝これね、10両についてました。ん？あ、70も10両でしたわ。10両やったけど、あれ？多分反対付けして6両で走ってるっぽいな。おい、なんかわけわからん。編成がね、全然違う。あ、でこれを8800系でチョッパ車なんですよ。これ顔が丸屋根ですけど、開示チョッパーの電車です。34ってことは第2編成ですね。第1編成は1と2が末尾の番号になってます。奈良発の大阪南部急行出てきました。この後ろ多分チョッパーのやつだな。あ、真ん中か、真ん中チョッパーのやつやな。で、22で挟んでると。え、あ、チョッパーちゃうわ。8400のやつでした。 L88 かな。これも朝ね、10両のどちらか先頭についてたんですけどね、お昼になったら全然違う編成になってしまってます。33か、ちょっとまた調べときますけど、ちょっとこれ比較しときます。朝のあの蘇生とね、この見比べれるようにちょっとこの辺に表をちょっと出しときます。分かる範囲でちょっと出しときます。あ、これは、あ、L3 や。L3 は僕は大阪では見てないと思います。L2 を見ましたね、朝。これ、吉野連絡の柏原神宮前駅ですね。なんで連絡しないといけないかっていうと、あの、線路幅が違うんで直通運転ができないということで。ここはね、標準機なんで。京都行き特急も来ました。22600 AT と AT ですね。2両2両で来ました。こちら奈良行き特急、夕方のラッシュの、難波線奈良線の特急みたいです。昼間はだいたい京都線からの特急なんですけども、この時間になると
通勤特急の意味合いでね、奈良線を走る特急が、このように走っております。これ大阪難波発の方です。あー、快晴車が来ましたね。急行で登ってきたみたいですが、折り返し多分柏神宮前確定ですね。 X52 です。この先頭がね、このスカスカになってるんで快晴改造車になります。これがいた、また入庫が来ます。この奈良駅とね、柏神宮駅ちょっと連絡をしていたようです。多分大阪難波から来てこの平畑ぐらいまでの各駅に行く人だったんでしょうね。ちょっと連絡を取って特別にと時間を延ばしていたようです。大阪難波駅の方が来ましたね。あ、三宮かな。あ、二文字やから京都か。あ、これ出てきた。 KL が出てきましたね。この帯が若干横の行き先より低いので後期型なんですよね。あ、やっぱこうやな。後期型なんでね、側面のこの膜より若干低い位置に赤のラインの高さが来てるように見えます。あ、奈良初の尼崎駅確定。これもちょっと意外とないですよね。あんまないですよね。これ奈良初って基本ないんだ。うわ、デボイチがおる。デボイチの大和西大寺駅、これ入庫です。いや、それよりもこっちやな。奈良駅確定で3200系。こんな京都市交通局行かない脱走数じゃん。京都市港に入れる電車やのになかなか京都方面に行かないんですよね。京都線にもまあこの景色おるのはおるんですけど、やっぱり目立ってるのはやっぱこの奈良線方面ですよね。これ入庫やから、そうやな、引き上げ線に入るん。9番で書いてますね。平畑連絡の柏神宮駅確認車というめっちゃ声裏がってもうてるんですよ。京都駅か、京都駅4番。X57 か、2006年更新のものです。窓がね、1枚窓のとこもあるんで、これ2006年更新ですね。もうなんか次のやつ来ましたけど、柏神宮前急行 L89。 あ、もうボロボロですね、もうこれクーラーね。多分色もこれ直してないんやろな。8A が来るからもうなんか
細かい手直しもしてないぐらいちょっとほったらかしなとこが多いですね。もう気持ちは分かります。これも歯医者分かってるんで塗ってもしゃあないっていうのはあるかもしれません。これ VL35 ですね。7000系統で4両編成で唯一の栄光新車両です。これ横を見ていただいたらね、側面にカメラがついていると思います。ワンマンで、側面を見れるようにしているカメラですね。であと、待避中にね、お客さんが扱える半自動ボタンもついております。これで、橿原神宮前行き急行が発車します。こういうね、情報関係の、ね、配線が増えたんで、電気連結機もこれ2つになったと。後ろなんとシリーズ21か、すごい格差連結。うわこれ格差連結すごい。阪神電車も行きましたけど、阪神電車も基本これ8両編成でも夕方は走っております。ただこれをしてしまうと、あの阪神電車側でね、芦屋に泊まれないんですよ。朝だけね泊まるやつとかあったんですけど、もう昼間と夕方はねこれ8両にしてね通過するんです。出てたのは X60 これも改正車が気がするんですけど、おお急いで帰ってきた。発車ですね。まだセットもしてなかったんだ。電子システムを大急ぎでセットして出発です。 X60 にも確か改正改造車だったんだね。それでパンタが BT48 です。その組み合わせもめちゃくちゃ変ですよね。この改正改造車なのにパンタがクロスという。でもう一個ね、61とかあったんですけど、実は雷落ちて電車潰れてしまったらしくて、あの廃車で早期に進められてしまったようです。また京都国際会館駅、多分さっきの10系が帰ってきたと思います。あ、ですね、3人来ましたね。12,400系来ました。京都国際会館行き急行、後期型の京都市営地下鉄10系です。こちらの顔もね、なんかシュッとして僕は好きですけどね。これThank you.
場から電車が発車します。発車します。同時や、同時出発。12,400。いいなぁ、サニーカーは、まあ、前乗りましたけど、乗ってしまったらこの顔わかんないんですよね。どっちも一緒やんってなるんですよ。もう来た、もうなんか来た、後ろ奈良行きって言ってる。まだ出庫で待ってます、何か。あのデボイチがもう出てきてもおかしくない。ヘッドライトのね、確認をサッカー行ってたんで。もう来るやろ。あ、ポイント変わりましたね。からの後の準急先着って、やっぱ夕方ならではの運用ですね。あ、後ろ来てる。あ、急行が来てますね、後ろね。階級でまだ6両の運用残ってたみたいですね。これ一体どこで繋ぐんやろな。これ6両で多分階級以外のやつに入るんかな。3番何もおらんのに、あえてね、確定が止まってる4番に入れるみたいです。ギリギリですね、これ。まだ出てないですよ、4番。でも4番に入ろうとしてます。まだですよ、あのデボイチの、あの尼崎行きが今発車したところです。今ベル鳴らして発車したところなんで、まだですよ。だから全然これで動けない状態です。全然動けないです。これで今出てったと思うんで、この70と22で朝見ましたね、本当に。なんと一番乗り場から入庫です。入庫というか引き上げですね。あれ4両編成。ああ、32はシングルファンタの4両で唯一ですね。ああ、こっち出てきた。え？これ何？奈良行き？え？奈良行き確定8両。あ、そういうこと。送り込みやから。
うわすごいな、送り込みがてら八両運用。これ奈良線って実はあの各駅停車はどこまでだから石切まで各駅はだいたい8度で走れるんでいいんですけど、石切から先は確定の駅はね6両しか入らないんで、この組み合わせ意外と貴重かもしれません。次の橿原神宮前行き各駅停車、3番に特急ですね。奈良から帰ってきたやつが来ました。またこの駅までのが来ました。いやー、8000系列が並んだ。お忘れ物のないよう X69 6両固定でございます。これも普通で走ってるやん。86もせやな。よく見たら朝見たかもしれない。 L14 おーの後ろを追いかけるように出航が来ました。大阪難波駅準急。これが東半蔵でさっきのやつの連絡ですね、確定ね。8路なんや、そうか、準急は8路で行けますからね。最大寺始発奈良行き確定。あ、VL32 こっから京都行き確定ですね。もう4両では唯一のシングルアンパンタの車両です。電車が発車します。うわ、めちゃくちゃ乗り換えてきた。どっから来たんやろこれ。橿原神宮前からの。うわ、橿原神宮前からのやつから、めちゃくちゃ来た。めっちゃ乗ってきた。これ需要あるんやな、こんなの。こんなん奈良線なんぼでもあんのに。もうめっちゃ乗ってる。意外と乗ってるんですねこれ。改装じゃなくてやっぱ営業にする方がいいんやこれ。急ぎで行きましたよ。8600系唯一の6両編成 X69 入庫します。入庫の時は幕が真っ白なんですね。これの特徴、パンタグラフここだけね BT48 で、他3つが BT4 になっております。この編成ちょっと不思議なんですよ。
おお、行った。奈良行きが行った。早いな。あ、京都行きできた。後ろ4両なんや。あ、8600でしたね。しかも京都行きで。E41 はもう A 更新を始めそうな編集です。あー、イランドが行きました。奈良行き準急でしたね。うわ、 X60 でしたね。これ改正改造してないので、あの中間のここがねカラカンなんですよ。この違いがあります。これあれか、奈良酒造のやつやろな。全然気づかなかった。奈良のやつやろな。冷やおろしってなんか聞いたことあるなと思った。お酒やったっすね。全然見てなかったっすね。なんか特急なんか10分おきぐらいに来てない？めちゃくちゃ多いですね。さっきなんか奈良から折り返してきたのもあったし、もう柏原神宮前行きもなんかさっき見たし、今から来た。もうむちゃくちゃ来てない。こんなもんでしょうかね。特急券が必要です。山口駅で名古屋駅特急に連絡。おお、連絡やから。すごい、京都から名古屋まで1回連絡で行けるという。これすごいな。山口駅で名古屋行き特急に連絡します。すげえな。橿原神宮前行き各駅停車は6分。してますね。特急優先ですからね。あ、来た来た来た。また京都国際会館。なんかこの時間までだいぶね、この京都市地下鉄対応の車両もてあそばれてるということですね。
休日はずっとあるらしいんですけど、平日は昼間ないらしいんですよ。昼間だいぶこの列車ね、もてあそばれてるという感じです。どっちも入庫です。どこも行けないですね、これ。入庫入庫です。ダブル入庫です。次京都行き確定になるらしい。でも入庫です。これ僕が撮影終わるまでにX67 が帰ってきてくれたら嬉しいんですけど、時間的に多分一回帰ってこれるかなと思います。3番ギリギリ行ったか。ギリ詰まらずに行けました。X66 と CD21 2つ。なんじゃこれ。4両ずつでね、色が違うという。ヘンテコ編成が行きました。初期車ですね。これいいなぁ。額縁付きなんですよ、これ。前面に額縁が付いてる初期車。この新型の20系でね、置き換えは外されると思われます。幕車のこの京都市地下鉄の車両は、すごい貴重になってきてるんで。あ、これ入れてよかった。これはね、待つべきですね。楽しみです。
れかな、これやな、多分 X67 のやつ。しかも4番着か。まあでも遠目でも分かるぐらいちょっと変な配置なんで、これですね、帰ってきましたね。京都駅急行できた。あ、そっか、天理折り返してからすぐ帰ってきてたんですね。うわー、ここですよ、ここ、ここですよ、元ダブルパンタの車両ですよ。すごいっすね、これ。で、これが元鈴鹿線とかのワンマン用の線重系だった車体で、何事もなかったかのように。もうね、引退してもおかしくないですからね。なので、準急は中級で折り返すみたいです。乗れませんでした。残念。ご注意ください。奈良学園前、生駒、大阪難波方面が乗り換えください。X66 でどっかで見たな。JL でしょ。あ、L80 やん。朝見たな。これ多分朝10両やったやつですね。2両切り離して8両で走ってるんですね。どっちも俺柏原神宮前行くやつやのにここで連絡しないと、まあ多分どっかで抜かしてきたからね、せっかく追い越したのに追いつかれたらなみたいな感じでしょうね。これがカスの53というこの改正改造車になっております。結局急行に追いつくもすぐに行かれてしまうという、もうここで待っとったらね、多分奈良線の車両にね邪魔になっちゃうんで仕方ないですよね。え、これ回送、また回送来た。どっからの階層これ、柏原線から来たけど、
じゃあ X72 やな。あ、じゃあ71、71ですね。橿原神宮前行き各駅停車2番乗り場、橿原神宮前行き各駅停車2番乗り場、停車中の電車にご乗車ください。あ、そうか、石島レイナは奈良行きなんやな。以前乗りましたね、あの石島行かないライナーですね。同時出発になります。複雑であるものの同時出発っていうのはあんまりないんですよ。ここね、この2番が橿原神宮行きで1番が奈良行きだったらうまくなる、こういう風に並走で行くんですけども、なかなかこのシーンなかったですよね。ってことは出場かなんかかな、全然分からんけど、こんな橿原線からね来た回送って多分入場してた車両が出てきたっぽいですね。さっきこの西大寺止めで一旦入庫したやつですね。1810はやっぱこっちのね奈良線系列で結構多い形式になっています。1本だけね本数の加減で大阪線に行ってるんですけども、いまだにこの8610系は大阪線に1本しか行ってないので、こっちで見るこの景色は意外と普通ですよね。もう1個8710また来ましたけど、これぐらい本数多いんですよこの車両ね。でこの車両がヘッドはハロゲンのままです。
か A 更新がつながってますけど、後ろは L ですね、間違いなくね。ファンタがクロスになってます。電流機各駅停車発車します。扉閉まります、ご注意ください。電流機確定 X68 ですね。また丸やねん、ほんまに丸。これ回送なんですけども、大阪何倍回送します、奈良から何倍はね運用しないんですよこれ回送で。これもうね、飽きるほどね、丸屋根がいっぱい来ててね、もうお腹いっぱいですわ。なかなかいっぱい来て、多分ほぼ全部見れたんちゃうかなってぐらい来てるんで。
浴びるほどね、X と L を見ております。浴びるほど、で、あの酒で使うんですけど、浴びるほどの8000系列を見ているという。それぐらい今来てるということですね。はい、ということで、もうちょっと帰る時間になりましたので、これで撤退したいと思います。今回は、ということで、帰る時間となりましたので、これで撤退したいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、始めの方はぜひお願いいたします。また旧 Twitter、X、インスタ、TikTok もやっておりますので、ぜひそちらのフォローもお願いいたします。